人目です。二人目。もうほんまにだから、プロがやった道を、こう、どうしてくれるかだから、大事ですよ。二番バッターって大事ですよ。そうそう、大事ですよ。本当に野球でも。俺、二人目の、うん、その選んだ、そのチョイスした、うん、その理由というか、うん、まあ、まあ、二回生。あ、二回生。二人目は二回生なんやけど、二回生男子。二回生男子。で、その、やっぱ圧倒的な、うん、ポテンシャルというか、ポテンシャル面白いというか、そんなやつすごいのをやっぱ感じてて、うん、まあ一部の界隈では、うん、もうこいつめちゃくちゃおもろい、すごいっていうのをこう2回生ながら、期待の、そう期待の新生な、うん、2回生を多分背負って立つような人かなみたいな、楽しみや人をちょっと今回選んで、うん、まあなんか歌えるかどうかとかあんま分からんけど、え大事よ。まあ、正直俺別に絡んだことないから。ないの噂だけで。あいつおもろいらしいで。あ、そうなんや。で、俺動いてるから。ちゃんと下調べして。あんまりまあそんな喋ったことない。一回は飲みに行ってよ。一回は飲みに行くか通話してよ。ソロが上で判断してよ。このオファー、うん、この企画の、うん、オファーで初めて LINE した。やったえ、喋ったことも喋ったことは、もう、まあ、ほぼないと言ってもいいです。そんなやつ大丈夫なの？大丈夫。結構喋る気があると思うで、ベッキーと。いや、ないよ。あるわ。めっちゃおもろいって言われてるから、多分同会、同期とかに、そうなんだから、まぁ、あ、ちょっとそれを信じて、まあ、それは楽しみです。頼みました。誰ですか？2回生から。はい。ピサロ。あー、まあ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 、俺はな、結構見に行ったり結構したから、うんうん、それこそよっちゃんがなんか、まあそう、確かに俺が言ってたわ。あ、ピサロはおもろいよ、うん、まあその相対的に、そうプロと比べて相対的にはやめやめやめ、だってもう泣いてるから。だけどプロはやっぱいじる感じやん、まあまあ、そうそう、ちょっといじる、もうそのね、そのもしかして不快で思ってるかもしれない、そういう感じなんですよ、いつも。え、だからピサロ歌える、あ、歌える、歌もうまい、え、じゃあめちゃくちゃ期待できる、いやもうすごいよ、あ、ピサロなんや、と思った。もしかしたら2回生で一番いい歌を持ってくる、うん。そうそう、持ってくる可能性があるよ。ほんまに。あの、ほんまに。おそらく次4段4段で来るでしょうけど、3人目4年目は。そいつら次第によっちゃ1位取るよ、普通にピサロが。うん。お、よかった。いや、ほんまに、それは。まあ、でもやっぱ、こう言ってる分、若干、その、よっちゃんの中でもハードルが、まあ、上がってるから。確かに、その、それでなんか、くぐられたら、うん、ちょっとがっかりしちゃう可能性はある。うんうんうん、逆に言うと、プロとかは超えやすい。もうすっと超える。もう、またぐだけで。お、歌ってくれたよみたいな。なるから、それで言ったら、ちょっとピサロスプレッシャーかもね。若さを。そう。フレッシュ感は。うん。いや、今、売り出し中ですから。そう。じゃあ、こっから羽ばたいていいですか？羽ばたい。ここで、この企画から。こっからもう、嫌やわ。何本読む？ 4 回になった時、俺、この企画から、ちょっと目立ち始めてんっていうの、俺、絶対嫌やね。後輩に生きる時に。なんかな、ここのライブからとかじゃなくて、このよっちゃん、よっちゃんの子守、よっちゃんさんの子守歌企画からやる。絶対嫌の出自。最悪の出自。バンドとか。ライブとか、アカスピとか、大会とか。違う違う違う。こもり歌。こもスピ。こもスピ。こもスピ EX。なんで EX いった？いいんじゃないですか？その3回も2回もなんやろ、フレッシュ感というか、うん、そのやる気とかそういうところでは素晴らしい。いい人たちは俺、自分も選んだな。確かに確かに。その、もっとなんかやばい人たち連れてこられるかなと思ってたから、うんうんうん、大丈夫かなと思ってた。まあ、そこは、こう今のところ二人大丈夫。ちゃんとだから考えてるから俺も。考え、いい企画にしたい。じゃあ女の選択肢を入れろっつって。女はねえって。なんだよ。一人ぐらい癒し系の可愛いのあってもええやん。いや、こっから来るかもしれんぞ。4代やねん、どうせ。どうせ。実は、うん、こう最後に、うん、ちょっと。実は、女の子いますっていう。ああ、し、これも今言うとあかんやつ。言うとあかんのよ。いや言うとあかんことはないよ、おいなんでガード、それでガードできひんねん。まあ、2回生。まあまあまあ、いいじゃないですか。二人目、2回生、ピサロ。まあまあ、ちょっと楽しみになってきましたよ。うん。うん。どんな歌を。うん。寝ればしないやろうけど、その、どんな歌かは楽しみになってきました。その、二人とも。いや、寝て。
いや、だから寝れはしません。こっちは寝ていい夢を見てほしい。別にみんなのオリジナル子守歌を、おもろそうそう、もうあの、聞くわけじゃないから。もうヘッドホンサラサラにして、審査してるみたいに聞くよ。あの、モノマネ紅白歌合戦の時のツンコみたいな感じで聞くよ。こうやって、こっちだけ聞いてるやつやん。おーってなって聞くよ。いや、まあいいんじゃないですか。うん。まあ、残りは4回生。いや、4回生。ということで、まあ、まずはピサロのやつを聞いてもらって。はい。じゃあ、寝てきます。なんだ。こんばんは。2回生、ピサロです。